どうも、アルドラと申します。名実オブミストラリア、続きをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、次はここかな。とりあえずね、あの後帰ってきまして、このファイアワンドをとりあえず取ってきました。はい、ここ壁があるな。ダメか、これを全部やらないといけないんだね。オッケー。あー、スケルトンが出るのか。なるほど。これ、この位置からでやったらいけるんじゃないかな。ダメか。あそこ行けないようになってるんだ。で、これこっちにやって、どう？よし、開いた。オッケー。じゃあそっちに行きましょうかね。何があるんだろう。なんか宝箱みたいなやつがあるね。宝箱、あれなんだろうな。開けるの？オープン。これはもしかしてついに、なのでは。なんか出てきたんですけど、うわ、マジでやばい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 。危ない、やばい。倒せたか。よし、これはとりあえず、爆発できるんでしょ？これ、アクタスだったな。よし。で、爆発のやつが、あれ？ないぞ。爆発、ホーミングとムーブがあるよね。あれ？待て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 。え？これ爆発。爆発こっちなの？じゃあどうやるの。爆発、ほい、ほう。そういや、基本攻撃何もしてこなかったな。とりあえずいろいろオーグメントとかつけてみようか。こっちにつけられるな。よし、なんか変なとこ爆発してるな。どういうことだこれ。あ、これ右だ。右はちょっとやめておこう。じゃあこれで岩とか壊せるようになったのではないだろうか。岩とか壊していこう。よし、3つ目が灯りましたな。これも壊せるってことでしょ？おーし、いけるぞ、これ。だいぶなんかこの岩を破壊できることによって、いけるところの幅が広がった感がある。広がった感あるわ。これも壊せる。ちょっとこれ、爆発を見つけたらあと楽勝だな。あとまだやってないとこをとりあえず片っ端から壊していけばいいだけでしょ。とりあえずあとどこあったっけ。もう一回、あ、ここにもあるな。2個壊せる。いや違う、これ扉だ。よし、開くのか。一回ね、ちょっとこっちも回ってみようかなと思います。あれ？待てよ。どっから行くんだっけ？こっちだ。そうだそうだ。よし。とりあえずお金は大事なのにね、取っておきましょう。爆発、いいね。危ない。おお。あいつも爆発してくるからな。
気をつけないとえらいことになってしまう。ほい。まだ多分、あ、そこを爆発できるな。何がある？なんか入れるんだか。オープン。またパープルソウルピースか。これ使えるところは後で出てくるんだろうとは思うけど、いつ出てくるんだろうな。ほい。危ない。よし。ホーミングついててよかった。上の方もここも爆発できるよな。よし、危ない。全部一気に爆発するんじゃないのね。上に行けるよな。そこを灯せるからな。よし。怖い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 。それ何が？お、5個揃った。5個だったよね、確か。雪だるまっぽいやつも完全に壊せる。へー。便利。これ戻るやつじゃね？あ、いや待てよ。チャレンジか。ヒント？このチャレンジに必要な条件は全て満たしています。いや、まずは自力で考えよう。これが、ほい。これで、ほい。これほんとスピード勝負だな。パープルソルビーズ結構ギリギリなんちゃう？ギリギリですね。そんでそんで、あとなんか壊せるところあったっけ。とりあえず壊せるところは手当たり次第に壊していく。この向こうかな。この向こうにもいくらかあったはず。爆弾が落ちてんな。これそこか。そこだった。よし。こっち側は何があったっけ？雪だるま。雪だるまから何が出てきたの？ほい。多分後ろ側にいたと思うけどね。とりあえず何もないな。ここも終わったから、よいしょ、もうないか。よし、じゃあとりあえず、お、5個を見つけたから何かが起こる。どうなるんだ？あ、なんか出てきたぞ。マスタリー、スペルにエレメント効果を加える。イグニ、オーラ、アクア、ガイア。イグニか。燃焼効果良さそうだね。燃焼効果加えとくか。とりあえず燃焼効果は、やっぱこっちに加えるべきではないだろうか。マスタリー。マスタリー加えられるな。よし。よし。で、エゴ。とりあえずつけられるもんはね、つけておきましょう。で、クレオもつけておく。よいしょ。マスタリー。あー、これ右に曲がるをつけてたか。エゴ、クレオ、クレオかな。よし、クレオで右に曲がるはいらんな。これ使いにくいことこの上ない。
あれ？あ、うん、うん。よし。OK。で、この上に登っていけばいいの？この上には一体ね、そこ、また波動砲みたいなやつが出てんな。あれ、吹雪なのか波動砲なのか、どっちなのか定かではないが。めちゃめちゃいるじゃないか。特にスケルトンはね、この炎の攻撃とか全く効かないから、マナチャームを使う。マナチャーム。マナチャームってなんだ？危ない。よし。とりあえず巣を破壊しないと、あいつら永遠に湧いてくるから、最初に破壊しとかないとね。この先は一体何があるんだろう。またこれか。とすると、あともう一つぐらい火鉢があるはずだが、どこにある？ここに一個と、あとは？あ、いや、そこ通れるようになるだけか。とすると、なるほどね。OK。通れる。スケルトンは近接で。OK。こいつ自爆しようとしてくるからな。そっち戻る道かな。なるほど、鍵がある。で、そうか、鍵を取って、で、これ収まるのな。よし、これ一回ね、なんかあの波動砲みたいなやつ出てるやつ、あれ切れてる最中に真ん中に行って、で一回受けてみるとどうなるんだろうな。あれ受けてみようか。あ、ダメージ受ける、ダメージ受けるだけか。というと、あのなんか二つある場所、あの真ん中ら辺にいたらはめ殺しされそうで怖いよね。来たぞ、爆発するやつ。綺麗だな。ボス戦かぽいような。祭司がいますね。こいつは、こいつは嫌い。危ねえ、跳ね返してくるからな。ほい、よし、シャーマンよさらば。危ねえ。 OK。 割と最初畳みかけると楽にいけるかもしれない。通路ができたか。さて、どっちに行く？右？左？左から行っちゃおう。鍵があるっつうことはここが本陣だな。多分ボスが出てくる。ということはこっちにまず最初行ってみよう。これ先には何があるんだ。ワープゾーンがあるな。これ危ねえ。なんか近寄ってきてた。はあ？マジでか。危ねえ。危ないぞ。なんだこのモンスターハウスは。ほい、よし、宝箱をゲットした。はい、またお前か。このパープルソウルビーズ、ビーズどこで使うんだよ。多分後々使えるようになると思うんだけど、まだいまいち価値がピンとこない。よし、じゃあ鍵を使って、多分おそらくボスではないかな。ほい、
テンプル。まだあるの？まだあるな。これは、これはまずい。こっから届かないか？届かないな。なんとかして届かせたいな。あそこやばいもんな。どうする？あー、いやでも無理だろ。あぶね。無理じゃね？これ3つだね、多分おそらく。なのでこれをこうやって、うーわー、マジかー。とりあえず選ばないといけないな。タイミングを見計らわないと。ほいほい。でよし、あそこも波動砲というか、あれは受けなければならないのか。基本的に落ちるのな。ダメか。くそ。とりあえずあの真ん中のやつ止めたいよな。やばい、死にそう。まずいよね。わかります。これシールド貼っといたらなんとかなんないかな。ダメかな。オッケー、シールド貼れっつうことだったのか。天文台、今までのは全部壊れてたよね。シアさんどうすんの。魔法を使うのか。回り始めた。どうなるのかなこれ。止まった。壊しちゃったかな。いや大丈夫そうだ。一部が欠けているようだ。多分スカイシャードだろう。それこそセレスティアルマジックだったのだが、時空受けに雪が入って、雪かなこれ。雪が入っていない。つい最近抜き取られたみたい。テンプル騎士団かな。テンプル騎士団というか公爵の騎士団。よいしょ。セーブポイントがあると。調べる。このキャンプサイトは新しい。ここに用具が捨てられている。ミストライナの兵士の装備みたい。なるほど。というとやっぱ公爵さんがさっき入り口で出会ったもんな。抜き取ってったのかな。ここ、この先、こっちはなんだね君は。もうこちとら HP が残り少ないんだ。お手柔らかに頼むよ。年老いたアイスリザード3とこいつと戦いってことだね。うわっ、あ、やばい、あぶねえ。こいつも多分パターンがあると思うんだが、ううん、マジで、うわマジか。あやばい、叩きつける、あぶね、あぶね。こうか。でもできないな。あぶね。でまた向こうからから、うわ、そのたびたびスケルトン出てくるの何なんだろうか。歩いてくるんだろう。うわ、
なるべく走りたいね。歩いてきそうだから。あぶねえ。全部破壊してくれたぞあいつ。落ちた。危ない。ちょっと待って、衝撃波で落ちる。オッケー、今だ。あと1回でいけるかな。パターンは大体分かったが、増えたぞ。のろくなる。危ない危ない。あと一発。あっぶねえ。危ない。もう一回来るか。いや来ないな。歩いてくるはず。オッケー。よし、回復アイテムだ。くそー、どうしても落ちるな。あぶねえ。でもいける。よし、これ多分難易度な、魔術師だからなんとかなってると思うんだよね。おそらくハードとかベリーハードだと、あ、えぐいことになった。さよならだリザードマン。よし、これは巨大タダケの尻尾の残りみたい。おお、思った通りじゃ。これはスカイシャードの大きな破片だ。このかけらを師匠に持って帰れるよ。帰るよ。スカイシャード、空から落ちた水晶の破片。セレスティアルマジックの使用を可能にすると言われている。セレスティアルマジックか。なんか壮大そうな魔法ですな。何をゲットできる。アイスリザードエリクサー、ジアのマックスライフと、ああ、なるほど。一番最初に倒したあいつと同じような感じか。とりあえず回復だけしたいな。ピッピッピッってうるさいからね。で、これ、おそらく、あれを、門を刻めば帰れると思うんだが、とりあえず、捜索はしたいな。いや、でもこっち帰る道かな。とりあえず、あそこを開いておこう。ステイフロスティ。これまた難しそうなのが出てきたな。とりあえずこれでやってみるか。で、こう。こう。だとしたらこれがちょっといけなくなるな。どうするかな。どうしようかな。よしよしよいしょ。ほい。で、こうかな。よし。またお前か。パープルソウルビーズを今までもう何度目にしてきたことかが。あれは一体何なんだ。どこで使えるんだ。はい、戻ってまいりました。あ、宝箱ある。インパクト。ターゲットや障害物をヒットしたときに、自動的にトリガーをキャスト。初めてのトリガールーン発見。この高度なルーンは、特定の条件が満たされたとき、スペル内で別のスペルを発することを可能にします。へぇ。とりあえずつけてみるか。これで、インパクトっていうのを、つければいいんだね。ここしかつけられないな。よし。で、トリガー、誘引するスペル選択。はあ。
お、なんか便利そう。よし、よく来たね。師匠のいるヘイブへ戻ろう。戻りましょう。スカイテンプル、滑りやすいです。足元の注意、急量。これはいいぞ。これはいいのではなかろうか。爆発と炎の合わせ持った。やばい、またあいつがいんのか。よし、畳みかけるべきし。あいつ召喚してくるのか。シャーマンゼントしてるな、やっぱり。くそ一発ずつしか当てられないな。一発当てられてんのかも謎だけどな。 OK、 倒せたということでいいのか。ここまたなんか丘陵地帯といっても来た場所とは別の場所っぽいな。何かないだろうか。この下から降りたらなんかあそこ壺みたいなの見えるんだが、え、それよりも脱出口がないぞ。これはどうしようというのかな。こっちは落ちてしまうな。あ、いや、戻ってきたな。危険を承知でお進みください。ほー、溶岩地帯にも進むようにない。でも、とりあえず、ヘイブへ戻ろう。はいはい、ただいま、ただいま。師匠が、師匠どこだい？師匠の姿が見当たらんぞ。あ、上にいる。なんか会議みたいなのを行ってるのかな。主要メンバーが全員集まってるみたいな感じですね。見たことない人も若干いるような。え、みんな魔術師なの？そうだ、我々はミストライナー魔術師、そのわずかな残りだ。同胞たち、我々の最も新しいメンバー、ジアだ。彼女が与えられた探索を果たしたと信じている。だが彼女の話は後で聞こう。後回しにされちった。まずは耳を傾けなさい、魔術師みんなのように。先ほどの報告の続きですが、ダークタワーに4人組が入るのを目にしました。ということはダークタワーは開いている。些細なことじゃ。より重要なのは太陽が隠れ続けていて平常に戻る気配がないこと。これはただの日食ではない、異常じゃ。そうだね、日食って一瞬だもんね。ネクロマンサーたちが背後にいるに違いないわ。ネクロマンサーいるんだ。狩猟術師かっこいいですね。日食の間は闇の中で機能する魔法に注も使えるのよ。以前にも言ったが、彼らにそこまでの力があるとは思えぬ。日食のせいでわしらは日中も星を見ることができる。これは完璧なセレスティアルマジックだ。ネクロマンサーはそういった魔法には手を染めない。ネクロマンサーがやったことであろうがなかろうが、ツケはあたしらに回ってくる。公爵は演説し回っている。魔術師たちが空を暗黒にしている。明白で疑いようのない証拠を大臣が暴いたとな。日食は他人に破滅をもたらし、人々を病気にするとも、トロール疫病の時そっくりになると言いふらしている。どうしたらいいの？公の場所でスペルを使ったら。確かに賢明ではない。だが心配するのは時間の無駄だ。日食についてもっと知らなければそれも早く。おまけに装置のパワー源は尽きている。装置といえばジアがスカイテンプルから戻ってきたばかりだ。少なくとも私はそう期待しているのだが、ジア
お前期待してばっかだな、師匠。少しは動いてくれませんかね、師匠。うん、装置は見つけたけど動かなかった。全部壊れてスカイシャードはなかった。そのうち一つはつい最近抜き取られた気配だった。ジャイアントアイスリザードと戦わなきゃならなかったけど、尻尾を破壊することでスカイシャードの破片をなんとか手に入れたのよ。はあ、つい最近だって。ということは何者かがスカイシャードを使ってセレスティアルエネルギーを蓄えている。そのさ、さっきの師匠のハーっていうため息は一体何だったんだろうな。とりあえず俺がスカイシャードを預かろう。俺たちの装置で空を観測するのに使う。この現象を理解する手がかりになるかもしれない。渡しちゃっていいの？大丈夫？セレスティアルマジックと記録とアーチファクトがより完全な形で残っているかもしれない場所がもう一つある。魔術師王たちの墓、アイシウスが埋められてる場所だからな。アイシウス、狂人王？待て、そいつは。伝統から言えばアイシウスのスペルブックは彼と共に埋められたはずだ。我々が求めている情報はそこにあるかもしれない。リスクに見合わない。とは言ってもそう悪い考えじゃないかもしれないわ。アイシウスの行状はともあれ、行状でいいのかこれ、セレスティアルマジックに彼ほど深入りした魔術師は他にいない。この日食について知る人間がいるとしたら彼に違いない。気をつけて物を追い。追いって急になんかちょっと釜っぽくなった。君、おっさんでしょ？おっさんだよね。霊峰は城の真下。あたしらの一員を、あ、霊峰じゃないな。霊廟だ。霊廟は城の真下。うん。敵の領地に送り込むことになるんだよ。あたしらが生き延びなければ未来はどうなる？え、おっちゃんじゃない。おばちゃんか。あたしは、あ、おばちゃんだ。失礼、おっさんって言ってしまった。ごめんよ。問題は他に手がかりには何もないことよ。私たちが探し物があろうとなかろうと確認しなくては。あの城にいる何者かが民衆をあっと驚かせるためにこれまでに何度かアーチファクトを使用してきた。私らが城を強襲すればその者が魔法を使って私をなぎ倒すよ。ああ、だが城にいる者どもはまだ魔術師ジアを知らない。彼女が魔術師王の墓を探索するべきだ。今すぐに。その通りじゃ。そんなに大それた使命を果たすのはジアは経験不足なのでは。そうですね、君らから一切何も教わってないですからね。ジアはほとんどスペルブックとあと自力で見つけたやつばっかですよ。はい、そうだが選択の余地はない。私たち残りの魔術師は見とがめられずに城の近くに行けない。それにジアはこれまでに任された仕事を全てやり遂げた。同感よ。はあ、まあため息つきたくなりますよね。はい、ジアさん、いいよ。でも安請け合いしていいの？魔術師王の墓に入るにはどうすればいいの？誰でも歩いて入れるところなの？入れてくれって頼んだら大変なことになる？牢屋に放り込まれるだろうね。あるいはもっとひどい目に遭うか。お前も本物の魔術師なら何とか方法を見つけるだろう。また丸投げですか、師匠。で、引き受けてくれるのかい、ジア。うんって言ったよ。もちろんそのつもりだよ。さっきかため息が気になるんだよね。グレイリーフからハイランドが見える。そこは先、城までの道は明白よ。私たちすべての魔術師の幸運があなたと共にありますように、ジア。解散ですか。落胆するな、ジア。見習いには難しい任務だが、用心すればわしらの元に戻ってこられるさ。そうだといいんだけど、妖術師。求めている答えを常に見つけられるとは限らないが、探し求めることによって常に強くなれる。嫌だな。いつになったらヘイブンは私のヘイブンになるの？意味深なんだ。いつになったらヘイブンは私の居場所になるのっていうことでいいのかな。本物の魔術師になったことを証明したらだろうな。心配するな、若い魔術師を。お前は直に全員に感銘を与え、真っ当に尊敬されるだろう。
でもね、あいつらね、本当必要なことを何も教えてくれずに丸投げするだけ丸投げしてますからね、人に。もう嫌だって断っていいんじゃないかな。エイワムデスサス、一度城に行ったことがあると、ビクビクモンだったよ。魔術師は必要とあればいつでも家に帰れるようでなければ私はその手助けをします。ちょっと日本語がおかしい。ああ、ポータルストーンのやつだ。今は必要ないわ。はい、というわけで、とりあえずね、名実オブミストラリア第3回目をここで終了したいと思います。見ていただきましてありがとうございます。またちょくちょくね、進めていきたいと思いますんで、ぜひね、見ていただけましたら幸いです。ではでは。